皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。今回はですね、前回の動画で伝説の冒険家ガチャやったかな、はい、あれを40連今したんですけど、一応ね、目当てのいうか、あのピックアップの3体のうち1体、エレンですねをゲットしたんですが、もう一人、狙いであったミケ、まだゲットできてないので、追加で、20連なんですけど、チケットで10連、そして赤石で10連っていうような感じで、今日はちょっとやってみたいなと思います。早速いこうか。内容の方はね、前回でもちょっと触れてるんで、その辺は割愛して、サクッと当ててやろうというやつ。まずは、チケットで10連。エレン君一人？マントは取っておらず。はい。厳しいか。うん。ハプニングも起こらずというところで。行こうか。これもね、スキップしてもいいような感じですね。はい。もう何もないんちゃうかな。20連ごときじゃ何も起こらないか。これちょっと一旦。うん。このエレンね、一応、PVP で使えるんで、ぼちぼち育てていっておりますけれども、まだちょっと使うのはちょっと先かな。はい。っていう感じで。行こう。よかったよかった。もう何もないくて終わるんか、思ったわ、ほんま。ちょっとね、マントの方も取ってるんですけど、強靭化してくれよって。しない。しないか。しないのはきついけど。じゃんねー。ありがとうございます。これねー、この前出たんすよ。出てなかったら嬉しかったですけど、かぶってますね、それ。はい。コニーが嫌がらせにしに来たと。いうところで。星42枚ゲットして、そして、紫背景の光栄のジャン、一応ね、ゲットしましたけど、この辺はもう株していきたいかな。まだあんまり育ててないんで、一応、編成の方には入ってきてないんですけれども、いいか。どうしようかな、これ以降。一応、今のチケットで、イベントのチケットも終わって、あとは、一子での、ガチャガチャになってくるんですけど、引きたいな、やっぱり。もしかしたらちょっと追うかもしれないし、もうこれでやめてるかもしれないし、その辺はわかんないですけど、追うときは、結果を、YouTube と動画撮るかどうかはわかんないですけど、もしかしたらミラティブで配信するかもしれないし、それもしなければ、ツイッターの方でちょっと報告もするかもしれないし、そんな感じで。またや、もちろん、動画撮ってなかったらね、スクショでもツイッターの方に載せとこうかなと思うんですけれども、頑張る。はい、というところで、今回は一応20連しましたけども、一応背景が出たんですが、ピックアップ、キャラ出ずというところで、またね、頑張っていきたいなと。思いますというところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。